一体どれだけのセシウム137が大気中にばらまかれた広島原爆の168発分。国道6号線に出た。正門ゲートが見えてきた。尾羽の異常っていうのは、割と頻度が高く見られています。ため池にいる鯉は移動できないですよね。そうですよね。ですね、造形付き系ですね、はい、がおかしいと。あと白血球数が少ないっていう。卵巣類というものだと言われてるんですけども、福島第二原子力発電所の広大な敷地をまずは放射能のゴミ捨て場にするというのが私はいいと思います。原発事故の後に起きた突然変異ですよ、これは、ね、でも俺牛飼いの家だから、やはり牛飼いの家逃げない。牛たちは被爆事故の貴重な生きた証拠として学術研究の立派な対象になる。